糖尿病網膜症を発症した網膜の眼底写真糖尿病網膜症とは糖尿病の三大合併症の一つ、糖体者異常に伴う目の網膜などに各種変化をきたし視力低下を認め日本の中途失明の第二位を占める。なお糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症の微小血管障害によって生じるものを糖尿病の 三大合併症と言われる。グルコースはそのアルデヒド元の反応性の高さから、タンパク質を収縮する作用があり、グルコースによる収縮は主に細胞外のタンパク質に対して生じる。細胞内に入ったグルコースはすぐに解凍系により代謝されてしまう。インスリンによる血糖の制御ができず生体が高濃度のグルコースにさらされるとタンパク質収縮のために、糖毒性が生じ、 これが長く続くと糖尿病合併症とされる微小血管障害によって生じる糖尿病性網膜症を発症する糖尿病性神経障害糖尿病性腎症の発症も同様の機構による幅 1C が極めて高い場合幅 1C8.0% までは速やかに下げても良いがそれ以後はゆっくりと経過を見ながら血糖値を下げていく必要がある 急速で厳格な血糖値の低下によって逆に低血糖の発生や網膜症の進展、増悪をきたす場合があるためである。高血圧は高血糖に次ぐ網膜症のリスク要因である。初期の頃は無症状で経過することが多い。徐々に眼底出血や黄斑浮腫が生じ視力低下、変死症を認めるようになる。ガラス体出血や広範囲な眼底出血を伴うと、 飛分症や急激な視力低下を示す。新生血管緑内障に陥ると、眼痛、不可逆的失明、眼球老を示すことがある。初期には、毛細血管流、網膜天井出血、血管閉塞、循環障害による、神出、脳膜様を反不死を認める。それ以降は、眼底出血、ガラス体出血、血管新生、増殖膜形成を伴い、 一しし視力低下を認める。ガラス体出血に伴う急激な視力低下。増殖膜形成に伴う牽引性網膜剥離に伴う永続的視力低下。失明。新生血管緑内障による失明に至ることがある。また白内障が標準より早く進行する。糖尿病性腎症悪化に伴い、人生網膜症を併発し、目所見が悪化。 著しい視力低下を認めることがある。福田分類、スコット分類、エッドドアーズが用いられる。福田分類で、a 例以外であれば、糖尿病性網膜症と診断できる。単純型網膜症、全増殖型網膜症、増殖型網膜症というような病気に分けることもある。眼底検査網膜疾患の基本的検査である。糖尿病に罹患している際には、 定期的な眼底検査が望まれる。日本糖尿病眼学会は、定期的眼科通院を促すため、糖尿病眼手帳を配布している。フルオレセイン傾向眼底造営フルオレセインを、上脈内投与し、撮影する。無血管やの確認、新生血管の確認、病気、治療法の決定に用いる。網膜孔凝固術を施行する際には、この結果を参考にして、 思考することが多い。これらは主に関節眼底鏡を用いて、肉眼的に眼底の状態を診察する。必要に応じて、眼底血管の露出や無血管やの確認、レーザー光凝固治療の標的決定のために、蛍光網膜像へ検査を行う。眼底が外部からよく見えるようにするために、通常、瞳を開く、点眼薬を用いて、賛同を行うが、賛同中は、 ピント調節能力が低下するため自動車の運転は困難であるので眼底検査時の受診交通手段には注意を要する増殖性網膜症は対象療法としてレーザー光凝固療法ガラス体切除術を行う光凝固療法はレーザーで酸素欠乏状態のために新しい血管を要求してしまう網膜を焼き潰すことで血管申請を抑制する 焼きつぶす様子を凝固というガラス大切除術はすでに生じた増殖組織を取り除くとともに増殖組織が進展するための足場を撤去する意味合いがあるレーザー光凝固術も大幕拒絶部位に対し光凝固を行う細動脈瘤に対し実施し大半部への進出及び漏出を防ぐ血管新生緑内障に至った症例に対しても行われる 半網膜光凝固術において短期間に大量のレーザー照射を行うと大半不腫のリスクが高まる。そのためある程度の期間を置いて数回に分けて施行する。ガラス体手術手術の主な目的は後部ガラス体剥離の作成にある。一般には増殖型網膜症に行われる十中レーザー光凝固術を施行することもある。 大半不死軽減を目的に早期に手術を行うこともある。白内障が合併している際には、同時手術を施行する施設もある。しかし、重症例の場合、同時手術により、新生血管緑内障のリスクを増大させる。ステロイド両方大半不死を軽減させる目的で、除方性ステロイドである、トリアムシノロンアセトニドを、テノン農家または、ガラス体内に投与する。受注に、 ガラス体を可視化する目的で使用したり、手術終了時、黄半不腫軽減に目的に投与することがある。術中使用においては、機材の安全性は確立しておらず、除去後投与する施設が多い。VEGF 阻害剤新生血管緑内障に至った症例において、新生血管を退縮させる目的でベバシズマブを投与することもある。老気なアーゼ阻害剤増殖膜の形成を阻害する。 現在開発中、リッパスジルは臨床試験が進められている。ありがとうございます。